はい、トータルティーの竹島です。こんにちは、久しぶりです。はい、最近こんなトラック、塗装しました。もともと黒色で、こんなデザインじゃなくて、ここの箱のところにプリントの、エアブラシ風な絵が入ってたんですけど、それも消しちゃってこういうデザインに、しました。でこの色も結構キャンディーってよく言われますが、スケールクリアですね。赤いリンゴ飴状態みたいな、そんな状態の塗装なんですけど、まあ普通の印刷とかでは出せないような色合いでこういうデザインを、まあデザインはもともとあったんですけどね、ちょっとイメージチェンジっていうか、この赤いトラック、黒いトラックを赤いトラックにしたんですけど、もう一台黒いトラックっていうのがあって寂しかったんで、それもまあこれの黒バージョンで、この間やりました。結構おかげさんで忙しい日々を送らさせてもらっております。ありがとうございます。で、まあエアブラシ使って、まあマスキングですね。カッティングマシン使ってエアブラシ使ってこのようなもうちょっとポイントで入れてみたりとか、まあこういう。影ですね、この白い影あるじゃないですか、こういったのがエアブラシですね、こういったのね。あとまあよく見るとラメが入ってるんですけどね、で、まあ後ろはこんな感じ、これもよく見るとラメが入っております。はい、結構これ大変でした。はいはい、で大きなところはこんな普通の一般的なスプレーガンで塗ったんですが、まあデザインのところとか微妙なところ、あと補修、ちょっとした補修とかそういったのでエアブラシが活躍しております。これ、オリンポスの PC308 で、こっちはオリンポスの HP の 102C ですね、結構やっぱりこういうエアブラシがあるとすごく役に立ちます。大きなスプレーガンだとやっぱ霧が荒く感じたりとか、まあ細かなことをしようとするとなかなか大変なんですけど、まあ、これがあると、あーちょっとはげちゃったなとか、そんなところに結構活躍してくれる、あとはやっぱ塗料の量が少なくて済むし、まあ綺麗に仕上がる、まあ、いろんなメリットがあります。でプラモデルとかやってる人たくさんいますよね。エアブラシ楽しんでる方いっぱいいらっしゃいますけど、まあこういうトラックになるとちょっと場所がないと大変かと思いますが、バイクとかヘルメットとかそういったものだったら結構いけるんじゃないかなと。プラモデルの世界だけじゃなくって、実際の塗装の世界っていうのをもう足を踏み入れてみたらどうかなって自分は思ってるんですけど、まあそうするとお金にもなりますね。ただでこれをやってくれっていう人はまずいないですから、まあまあのお金を支払ってくれます。まあ手間の割には儲かんない仕事なんですけども、まあでも特殊な仕事なので、一般の板金塗装屋さんとかと比べると お金は取りやすいですね。まあ一般の板金塗装屋さんの人が、まあ、できないんですからね。普通の人はできないことをやってるんですから、いやお金は高めにもらっても全然バチも当たらないし、お客さんも喜んで払ってくれるという感じですね。でデコトこれ、まあ、今回デコトラですけども、最近ケータリングか移動販売かとか流行ってるじゃないですか。そういったのも十分いろいろと考えられるんじゃないかなと思います。まあ最近はなんていうんですか、シール貼ってとかラッピングが多いですけども、ラッピングでやるのと実際のこういう本格的な塗装でやるのとでは全然色持ちっていうか長持ち度は違うし、綺麗さも違うし、やっぱ手の味っていうのもまあ出たりするので、やっぱり魂が入るっていうかね、なんかすごいいいと思いますよ。手でやった感というかそういったのが出るんで、結構値があるっていうかね。これがまあシールとかラッピングとかそういったのだとできないことはないんですけども、まあこういう色合いはまあできないでしょうね。シールとか貼ってもまあこういうグラデーションのこういったところとかはやっぱ
できないでしょうね。うん、まあいろいろとまあデコトラっていうのはまあ化石みたいになっちゃって、あのほとんどあのマニアしかいないみたいなレトロな感じはしますけども、まあ移動販売カーケータリングカーの場合はそうでもなく、今の旬というか今が旬というか、そういったのでペイントの仕事が舞い込んできてもいいかなって、この間舞い込んできたんですけども、まあ納期的なところと、あとはまあ安くしたかったみたいですね。うん、で安くしたいんだったらどうぞどうぞ他行ってくださいって言って、ありがとうって言って、その仕事は流れたというか流したんですけども、やっぱ他でできないことをうちでやってるからうちはやれてると、どこでもできるような安くできるようなところあるんだったらどうぞどうぞそこ行ってくださいっていうのは結構強気なトータルティーでございます。あとですね、今トラックの仕事があってもう数日経ったら徳島の方に行ってきます。で、船の塗装、応援頼まれたんで行ってきますね。結構谷口さんっていう方がやってる会社ですけども、これ船の中ですよ、これ船の中すごいっすよね。でそこでまあ船の修理とかをするわけなんですけど、まあすごいですよね。まあこういったのもこだわりの仕事なんですよ。でなかなかこういう方っていないっちゅうか、まあ、日本には多分この人しかいないですね。こんだけ全般にわたっていろいろと塗装だけじゃなくって船のこともよく知ってるし、チークデッキですね、高級のヨットとかは結構チークデッキ使われてるみたいですけども、そのミャンマーから木を仕入れてですね、そういったのをやってる谷口さんです。これ船の床ですよね。でまあそういったのを、まあ、木を仕入れてそれを加工してってやってるんですけども、結構すごいっすねこれね。あとなんだ、なんか、まあ立派な船で高級船ですよね。大金持ちが接待用に持つような高級船ですよね。すごいですよね。でまあ、こんなのの仕事もやっぱりこだわりを持ってやってる、でやっぱお金持ってる方なんで安くつけたいとかじゃなくって、かかる分は払うよと、その代わりいいのにしてくれっていうようなお客さんがほとんどだと思うので、そういうお客さんを相手にするときはそれなりの、技術なり信用なりがないといけないと思うんですよね。そういったところに応援に呼ばれたっていうことは非常に嬉しい限りなので頑張ってこようと思います。12月の初めからクリスマス頃まで行ってきます。うまくできるかなと思ってますけど、うまくしないといけないので頑張ってやっていきますね。あとですね、うちでやってるオリンポスエアブラシの通販ですけども、通販業務はまあ出張行ってても、うちのかみさんがいつも出荷作業やってますんで問題ないです。結構ポツポツと売れてます。あんまりねつぶやかないと売り上げが落ちたりするんですけども、最近その感じなんですけど、まあでもオリンポスのエアブラシが好きな人とか、うちのことをよく思ってくれる人はいろいろと買ってくれたりしてます。でそうですね、YouTube の自分のチャンネルがあるんですけども、例えばですよ、いろんな、YouTube のチャンネルを見て、こういうチャンネルですけど、あんまり人はおんねないですけど、2630人、272本の動画って書いてありますけど、まあここを見てて、メンバーシップってメンバーになるっていうところにやると、これ有料になるんですけど、まあここ月額490円とか790円とかいろいろあるんですけど、こういったのが ここに入ってくれた方には大サービスしてるということなんで、お得ですよっていうこともちょっと伝えながら、皆さんにまたオリンポスのエアブラシの良さを知っていただきたいなと思ってます。結構今日も注文が結構またまた注文があって、まあ一人の方が何本もエアブラシを買ってくれたり、部品を買ってくれたりしたので、
でメンバーシップのメンバーになってたかななので、でメンあの YouTube のメンバーになってます、こういうなあのアカウントでやってますみたいな感じで言ってきて、あの注文してくれ来てくれたので、まあエアブラシを買った本数分だけ、うん、エアブラシをもう1本つけようと思ってます。まあ例えば3本買ってくれたら3本をまああらあの無料でサービスでプレゼントするという、そんな感じのことを最近はやってます。うん、まあ、あのまあ今だからできるんですけど、おいおいはまあ数が少なくなってきたらそんなこともできなくなりますけどね。うん、あとまあエアブラシの下取りとかもやってますんで、相談かけてもらえればいいと思います。なかなかその下取りっていう風にやってるとこはあんまりないんじゃないかなと思います。うちの下取り一番お得だと思ってます。うん、今は日本製のエアブラシだったら5000円引きで新しいオリンポスのエアブラシ買えるんですけど、まあもうちょっとで日本製っていうんじゃなくてオリンポスのエアブラシだったら5000円で下取りしますよっていう風になっていくでしょうね。うん、だからオリンポスのエアブラシを持ってれば損はしないと、うん、やっぱオリンポスいいなというようなそんな感じにしようと思ってますし、まあ実際オリンポスのエアブラシはとてもいいんで、ぜひ試したことない人は体験して、あ、これやみつきになってほしいなと思っております。はい、ということで、トータル G の近況を伝えましたけども、ちょっと仕事でバタバタとしておりますが、通販業務は亀さんがしっかりやってくれてると思うので、ご心配なく注文かけてもらえればいいと思っています。またあと年末にかかってきますけども、まあ来年にすぐになっちゃうと思いますけど、また来年もよろしくって感じですね。また近況伝えれる時に伝えたいと思います。ありがとう。